はい、日本健康率効果スキルトです。本日もご覧いただきありがとうございます。失礼しました。本日は油の使い方についてお話ししていこうと思います。ファスティング中の方からご質問があって、それについてですね、少しまとめてお話ししていこうと思います。油はすごく大切なものです。油は細胞、人間の体はちっちゃい細胞が60兆個集まってできているものですが、それの膜ですね、外側の膜は全部油でできてますので、この取り方が悪かったりとか、崩れてしまっているとアレルギーであったりとか動脈硬化、いろんな病気っていうものを引き起こしてしまいますので、この油の取り方っていうのを大事に考えていければいいかなと思います。まず油にはですね、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸っていうものに分けられます。漢字が書けない、こんなやつだと思います。飽和と不飽和っていうものがあります。飽和脂肪酸って言われるものは、バターであったりとか、ラード、動物性のものですね、動物の脂から作られているものが飽和脂肪酸って言われるものになります。こちらは取りすぎてしまう と、それこそ血圧が上がったりとか動脈硬化を引き起こしてしまうので、あまり取りすぎないようにしてください。大事になってくるのがこの不飽和脂肪酸の取り方ですね。これが意外と誤解が多かったりとかっていう部分になりますので、これについてのお話をしていこうと思います。不飽和脂肪酸はこうやって3つに分けられていきます。オメガ3、オメガ6、オメガ9と言われるものですね。こういったものに大きく分類されていきますが、大事なもの、必要な、大事なことは、必要なことはですね、割合です。割合。どれも取りすぎてもいけないですし、少なすぎてもいけないです。理想としては、このオメガ3っていう油ですね。これを1だとすると、このオメガ6って言われるものは、3ぐらいの割合で取らなければいけません。オメガ3、オメガ6って言われるものがどんなものかというと、オメガ3は、アマニ油です。アマニ、エゴマ油とかもいいですね。エゴマ、ゴマ油じゃないので注意してください。エゴマ油、あとはシソ油とかもそうです。シソ油、あんまり売ってないですけどね。アマニ油、エゴマ油、あとはお魚の脂身、小魚とか、あと青魚とかに多く含まれてます。お魚の脂、あとはナッツ類とか、ナッツ、アーモンド、クルミとかっていうものにも多く含まれてる、体にいい、いいって言われる脂ですね。いいもの。対してオメガ6って言われるものは、サラダ油とか、あとは、熱した、酸化したような油ですね。あんまり取りすぎてはいけないものです。取りすぎてはいけないもの。現代人はこのオメガ6の割合がものすごく多くなってしまってます。ジャンクフードを食べてしまったりとか、ポテトチップスだとか、サラダ油で何か揚げたりとかですね。こういうものがすごく多くなってきてしまってますので、この割合を減らしていくことがすごく大事です。すごく大事な要素になってます。オメガ9って言われる代表的なもので言うと、オリーブオイルですね。オリーブオイル、このオリーブオイルはまあまあいいぐらいに思ってください。三角です。バツ、丸っていうような形で意識していただくといいかなと思いますので、この割合を考えていかなければいけません。まず大事なのは、これをまず減らしていくこと。減らしていくことです。これを減らしていくために、うちではですよ。うちのやり方としては、まずサラダ油はほとんど使いません。うちにはないですね、サラダ油。うちにはなくて、使うものは、熱。熱にはこのアマニ油とか、エゴマ油っていうものは熱に弱いので、加熱しなければいけないとき、調理するとき、フライパンとかで使うときは、このオリーブオイルを使います。オリーブオイルを
超少量ですね、高いものを使ってください。高いものでいいものだけを使って少量で結構ですので、炒めるときはこのオリーブオイルで、ドレッシングとかもうちにはなくて、こういうアマニ油、エゴマ油とかって言われるものをドレッシング代わりに、生で取ってあげるような形ですね。本当はスプーン1杯ぐらい飲めると一番いいかもしれませんが、私はこのアマニ油の味がですねちょっと癖が強くてあんまり得意じゃないので、お豆腐にかけたりとか納豆にかけたりとかサラダにかけたりっていう形で取るようにしています。こんな形で、このオメガ6って言われる割合をできるだけ少なくして、このオメガ3っていうものも余裕があればこういう形で取ってあげるっていうことが重要になっていきます。じゃあこの三角のオリーブオイルをどう考えればいいですかっていうと、取りすぎるべきものではないですね、必要以上に取らなきゃいけないものではありません。モズキッチンとかですねすごい量のオリーブオイルを使われてますが、またはですね朝にオリーブオイルをスプーン1杯とかって言ってますが、あれは間違いです。あれはやる必要がありませんし、取りすぎるのが体にいいとかっていうのは大きな間違いですので、オリーブオイルは取りすぎないようにしてください。私の母もですねこの前実家に帰ったらなんかオリーブオイルを飲んでたんですが、すぐにやめさせました。必要ありません。あれはどうせ飲むんだったらオリーブオイルじゃなくてアマニ油かエゴマ油を飲むようにしてください。おすすめはエゴマ油ですね。あまり癖が強くありません。これもいいものをチョイスして取るようにしてあげるといいかなと思います。こうやって油の話していくと、油高いからあんまり手出さないっていう人いるんですけども、病気になってですね体を壊してからそれのかける医療費とかそんなものにお金使うぐらいだったら、体にいいもの美味しいものっていうものを選んで取るようにしていった方が、人生を豊かじゃないのかなと思います。はい、こんな感じで油の使い方っていうところを考えていただくといいのかなと思います。まだわからないこととか、気になる部分があれば教えてください。あ、ごま油はですねどっちかでこのオメガ6に入りますので、ごま油も取りすぎないようにしてください。ごま油は香り付け程度で取るようにしていただいた方がいいかなと思います。ごま油も体にいいものと思っていっぱい取りすぎちゃう人、かけすぎちゃう人っているんですけれども、取りすぎないように気をつけていただくといいかなと思います。今回の話は以上となります。わからないこと、気になる部分あればコメントいただければと思います。今日の話いいなと思ったら下に LINE アットですね、私の整体院とかこういう健康の情報、あとは特別なご案内というところも LINE の方でさせていただくことが多いので、LINE アットの方にご登録いただければと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。